養老鉄道株式会社は、近鉄グループホールディングス参加の鉄道事業会社、近畿日本鉄道の子会社で、岐阜県西部、三重県北部を走る養老線を運営する鉄道会社である。2007年10月1日付で近鉄より養老線の運営を引き継いでいる。当初は、近鉄グループホールディングスの連結会社であったが、事業形態の変更に伴い、 2018年度より、非連結会社に変更された。なお、立川雄二郎が設立し1913年から1919 19年にかけて、養老船を開業させ、1922年まで、同船を運営していた養老鉄道とは別の企業である。社門は、親会社、近畿日本鉄道の社門の中央に Y の文字を入れたものになっている。養老線は、 伊ビ川に沿うように走っており、沿線にサイクリングロードが多数存在することもあり、桑名駅大垣駅間及び大垣駅イビ駅間において、土休日は終日、平日は昼間の指定列車でサイクルトレインを実施し、おすすめのサイクリングコースの提供も行っている。当該列車の前面にはサイクルトレインのマークが入っている。列車は全列車ワンマン運転だが、 一部の区間には、車掌が乗務し、検察と車内での乗車券の発売を行っている。2009年3月より毎週木曜日と土曜日の昼に、車内で薬膳料理を提供する薬膳列車を運行している。料金は1日フリー切符付けで5000円。養老船で使用される620系、電車2018年1月以降はすべて養老船管理機構の所有で、 養老鉄道に無償で対応している。2014年4月から2017年12月までは養老鉄道の所有であった。2014年3月までは近鉄の所有で養老鉄道はそれを借り受けて運行していた。日常の研修業務は近鉄時代と同じく西大垣にて行われ、大規模な研修も同じく近鉄の塩浜研修車庫にて行われる。 研修業務は、養老鉄道では行わず、近鉄により実施される。車両の図書区は、2008年7月6日の営業運転を最後に全車両が、近鉄時代のマルーンの9色一色塗装に戻されたが、2009年9月に6 0 0系1編成が、かつて走行していた。 近鉄南大阪線時代のラビットカーと同じオレンジバーミリオン地に白帯を巻いた塗装に変更されている。電気検測は引き続き近鉄所有のハカル君で行われている。こういう民営方式に移行した2018年以降も同社で検測が行われている。養老鉄道で運行されている7700系電車2018年度からは東京急行電鉄池上線。 東急玉川線で使用されていた7700系電車15両を東急テクノシステムから購入し2018年度に3両編成2本2019年度に3両編成1本と2両編成3本の計6編成15両を導入して老朽化した既存車両31両の約半数の15両を置き換えた 今回導入された15両は2018年の9月から12月にかけて陸送され、このうち2018年度導入の3両編成2本の計6両は近鉄の塩浜研修車庫に直接輸送され、2019年度導入の3両編成1本と2両編成3本の計9両は同年度に改造を行うため西尾垣駅に留置されていた。 塩浜研修車庫に陸送された3両編成2本の計6両は、ここで機器類の養老船仕様への変更、先頭車にワンマン運転時に使用される、運賃箱とデジタル表示の運賃表示板の設置、編成内の1両に車椅子スペースの設置、一部の3両編成の中間車に転換式、クロスシート8席の設置などの各種の改造が行われた。 車体の外観デザインは、養老鉄道オリジナルの緑帯と緑歌舞伎、東急電鉄オリジナルの赤帯と赤歌舞伎の計4種類としている。2019年4月27日より営業運転を開始した。大人旅客運賃2019年10月1日改定、近鉄からの分社化に伴い、各駅の駅名板や運賃表、 友人駅の自動券売機はすべて新しいものに交換され、普通乗車券は裏が白色のひじき加券に変わった。乗車券の自問には養老鉄道の新車門が描かれている。養老鉄道は初年度、前年近鉄時代にあった約十四億の赤字を約九億円にまで圧縮した。養老鉄道は大垣市、桑名市、海津市、養老町、神戸町、 伊ビガワ町、池田町の各自治体から支援を受けている。例えば平成26年度は3億800万円自治体が支援する理由としては地価が下がる恐れもあり、地域の発展のため交通弱者の足として確保する必要があったなどが挙げられる。ただし、収支が悪化すれば支援を見直すことも視野に入れている。また、岐阜県は2013年度から 養老鉄道が近鉄に支払っている施設維持や修繕経費に相当する額に対して安全対策事業費として補助する方針を明らかにした。2013年度は約5000万円を補助する見込み。近畿日本鉄道は養老鉄道の赤字額から自治体等の負担額を差し引いた残額を負担する。養老鉄道ではその後も 年間9億円規模の赤字が続いていた。そこで、以下の方針で2017年中に、公有民営方式へ移行する計画となった。2016年10月31日に、近鉄から、養老鉄道の鉄道施設や車両を引き継いで、保有、管理する新法人として、一般社団法人養老線管理機構を2017年2月に、 設立するなどの基本方針が沿線自治体で合意された。近鉄が拠出する10億円を積み立てる養老船支援基金を2017年10月から12月に大垣市が設置する方針についても合意した。この方針に沿って策定され2017年11月15日に 認定申請されていた養老鉄道養老線の地域公共交通活性化再生法に基づく鉄道事業再構築実施計画が同年12月21日に認定されることになり2018年1月1日から養老線管理機構を第三種鉄道事業者養老鉄道を第二種鉄道事業者とする新事業形態へ移行することになった 2019年3月28日の朝日新聞の記事によると、2017年度は1700万円の黒字を計上している。養老鉄道を支援する団体はいくつかある。ありがとうございます。